A3012CAA は、カシオ計算機が製造し、KDDI が販売した、携帯電話機である。KDDI、AU ブランド初のカメラ付き携帯電話としてデビュー。CDMA2001X や GPS 機能、26万、色相あたり TFD、12.8メガバイト、データホルダー、40ワオンチャクメロなど、EasyMovie にこそ対応していないが、 同時期の他機種と比較して高いスペックを誇っていた。本体デザインは同社が本端末以前まで手掛けていた G ゾネのような防水性能を備えた骨太なストレート型ボディから曲線を用いたシンプルな折りたたみ型のものになった。ボディカラーはホワイトがデビューした後同年5月にスカイブルー、同年7月にシルバーの順で発売された。発売当時 AU は カメラ付き携帯に対し、否定的な姿勢で、外付け簡易デジタルカメラのパシャッパこそ存在したが、本機が登場するまでは、カメラ付き携帯電話は存在しなかった。本機が登場するや先、カメラ付き携帯を積極展開した j ンがこの、前月に総契約者数で AU を逆転したという、事実をもってしても、なお、実験的投入の要素が強かった。 しかし本機が大きな人気を集めたことで、以降は au もカメラ付き形態の積極展開に乗り出し、原則全モデルにカメラが内蔵された。2012年7月23日より利用不可。ありがとうございます。